まさかの調べれん感じ？そういうことか。あ、調べれた。後ろからなら調べれる。待って、じゃあこれ、マイナスドライバー。え、待って、マイナスドライバーとかないんやけど。いきます。よしよし。でも確実に私、こう、やられる回数は減ってきたと思うけん。減ってきたと思うから、はい、いきます。この上よね。まっすぐ行きさえすれば大丈夫なんだから。はい。間違えた。間違えた。はい。線香、立てます。線香に火をつけ立てた。あっという間に線香の煙が上がった。ほんとあっという間やね。これで？あ、何？1、2、7？ 7 かな、あれ。1、2、7。じゃあこの暗号を入力して先に進んでいけばいいと。どういう仕組み、今の。 はい、行きまーす。びっくりした。なんか知らんけど、めっちゃびっくりした。 なんか知らんけど。はいはい。で、ここで127だ。3桁やったよね。こういうのなんか大抵4桁ぐらいな感じがするけんさ。127。なんかちょっとキーボード入れ替わったけど。何？扉のロックが解除された。お、いいね。進もう。隠れる場所はこっちにもある。ってことは、そろそろまた出てくるかな。お、なんか、これは家の中？縁側？縁側かな？あれだよ。私の大好きな、食べる縁側じゃないよ。待って、ここ井戸あるんだけど。隠れれる。実際にこんなとこあっても絶対入りたくないけど。お菊さんとか出てきそうじゃない？めっちゃ怖いやん。絶対無理なやつやん。お皿が1枚。お皿が2枚。あ、ここはないんやね、なんも。はい。誰、拓郎。ちょっと覚えてないけど、君。拓郎。あゆなか。よかった。無事だったんだな。なんか寂れた遺跡みたいなとこにおるね。ええ、なんとか。もう見たか、あの化け物。何度も見たよ。もう、100回近く見たよ。ええ、信じられません。現実にあんな化け物がいるとは。ち、こんな島聞いたこともないぜ。ミカたちも無事だといいが。拓郎、実はミカはすでに、あれ死んだの？あれ死んだの？そんな、あったのか？ええ、それにたけしも死んだんか。てか、死んでいく系なんや、これ。最終的に全員無事ハッピーエンドっていうのを想像してたんやけど、違うんやね。ちくしょう、こんなところ早く抜け出してやる。あゆな、そっちに向かう。少しだけそこで待っててくれ。わかりました。お、これは入れ替わる？入れ替わった。はい、動かせる。やだなぁ。もう確実にこいつもさ、もう絶対死亡フラグやと思うよ、今の。もうパターン決まってきとるやん。絶対抜け出してみせる。ギャーみたいな。絶対そのパターンやけん。はい、拓郎行きましょう。てか、これ、レベル1とか書いてるけど、レベルって上がるもんな。めっちゃ気になるんやけど。びっくりしたわ。めっちゃ暗闇だな。てか、何こっち側？全然寺院じゃないやん。全然お寺っぽくないんですけど、こっち。どういう状態？なんかありそう。棚が開かない。こじ開ける方法があれば。ドライバーとかは、アイテムは全部、あ、ないのね。なるほど。あれはアユナの持ち物ということだ。わかったわかった。 でもドライバーどっかにあるんじゃないかなと思うけど。何あれは。怪しげなものがある。え、誰？何？誰？何？ちょ、待って。え、意味がわからない。ちょ、待って。これ絶対ダメだ。あ、ちょっと待って。お前誰？タクラはこんにゃく型の生物に追いつかれてしまった。
こんにゃく型の生物、何？なんかもはや青鬼の原型をとどめてないんやけど、誰や？あれ？出てこん。ん？なんか光よる。こんにゃく型生物出てこんやん、2回目。鍵の型を手に入れた。ん？型？型だけ？これは穴なのか。あ、蹴り飛ばせない。なるほど。蹴り飛ばすことはできないのか。蹴り飛ばして埋めていくんかなと思ったんやけど、違うんやね。間違えた。間違えた。でも、鍵の型で引き出しをこじ開けるっていうことは多分できんと思うけん、違うってことよね。うん。何に使うんやろうな。どっかでなんか型に流し込んで鍵を作れる場所があるとか、何かしら。水とかでもね、氷にしたら鍵として使えそうな気がせんでもない。あの、こんにゃく型の謎の生物が全然現れん。おみくじ。おみくじ。なんかすごく怖いんだけど。特に何もないのね。鍵がかかっている。え？え？え？何？ん？待って。え、すでに積んだくない？ちょっと。こじ開ける方法。え？え、待って。え？何すればいいの？鍵の型しかまだないんよ。どこかの鍵の形をしている。使えませんよね。わかるよ。使えないだろうなと思った。え、ここになんかあったりする？あ、まだこっちの方とかいけんやん。全然いけんやん。暗くてさ、道がよく見えんのんやけどさ、こっち行けるもしや。あ、行き止まり？シャッターが上がっている。何シャッターって？シャッターって何？遮光カーテンのこと？え、ちょっとなんかよくわからんけど。うん。なるほど。ちょっと暗くって道がわからないんだけど。この辺なんかここで待っておきますね。はいはい。了解？この辺なんもないの。ちょ、君に話しかけてないから。君に話しかけてないから。あ、何もないの。あれ？何なの？何をすればいいの？え、することなくね？え？何？急激に詰まったよ。これ左右行けたりとか。え？しないな。え？ここ何かあるんじゃない？こっち側行けない。ここは？なんかずっと乗っとったら崩れるとか。ない。はい、ないですね。はい。これ岩とか絶対押せると思うんやけど。あれ、てかこれは何？あの上に乗ってるやつは一体何なの？ちょ、いまいちよくわからんけど。おみくじのやつかな？と、ちょっとだけ思った。これは何なんやろうな。おみくじだからなんだっていう感じなんやけど。おみくじだからどうしたよ。ここ別に鍵の型使えんやろ？はい。鍵の型。うん、使えんよね。そりゃそうだと思うわ。え、待って、積んだんだけど。え、待って、積んだんだけど、ちょっと。え、どういうこと？いや、ちょっと、あゆな。アイテムよこせよ。あ、アイテムもよこせよ、ちょっと。え、なんだ？え、でも絶対さ、これなんかあるやろ。え、ちょっと待って！来た！そしてなんかその急激にスピードアップする感じ、恐ろしい。はい。あー、隠れれた。今度こそ隠れれた。やばい。来た。やめてね。叩かれてる。めっちゃ叩かれてる。去った。おお、行った。怖いわ。絶対あのおみくじのやつなんかあると思うよね。なんかこう、いろんな角度から調べてみたりとか。あ、マジ調べれんのや。まさかの調べれん感じ？そういうことか。あ、調べれた。後ろからなら調べれる。
待って、じゃあこれマイナスドライバー、え、待って、マイナスドライバーとかないんやけどえ、待って待って待って、マイナスドライバーとかないんですけど、え、これは何、どうすればいいのこれ。え、だってさ、あれやん、アユナが持っとるやん、マイナスドライバー。これは、いや、マイナスドライバー貸してくれないあ、でもあっこから出せるんかな、マイナスドライバー。そういうアイテムの引き継ぎ的なことはしてくれんのかな。今までなかったよね、そんなの。ねえねえ、アユナドライバー持ってない。あ、ちゃんとくれるんや、なるほどね。マイナスネジを外すのに使いたいんだ。どうぞ。おー、ありがたい。マイナスドライバーを手に入れた。オッケー。どうぞ。じゃあ、これでいけるわけだね。このマイナスドライバーを使って、やっとこさ、おみくじの謎が解ける。あ、そっか。後ろからやった方がいいんかな。違う。後ろからセーブとか別にそんなのないし。はい、シーンはネジ式で取り外せるようだ。マイナスドライバーでおみくじ箱の蓋を開けた。中に針金が入っていた。おみくじ入ってないんかい。針金を手に入れた。お、針金ゲットー。この針金どうしたらいいの？針金、自由に曲げることができる。うんうん、でしょうねうん、そんな感じする。針金は結構硬かったりとかするんかな。どうなんやろ。ん？自由に曲げることができる。ちょっと待って。ということは、このさ、ほらほら、針金を鍵型に変形。あ、すげえ。変形した針金を手に入れた。これで進める。ちょ、セーブしとこう。こんにゃく型のやつが現れそうな気がする。こんにゃく型が現れてきそうな気がする。はい。じゃあ、これで多分あの扉の先に進んでいけると思うので、こっちじゃなかったこっちやった、すぐ隣やった。変形した針金を使った、いけたー。泥棒の才能があるかもしれない私。はい、びっくりした、人の腕かと思った一瞬バールを手に入れた。バール、どこで使うんかな。あ、でもこの先進めんね。え？あ、なんかシャッターがって書いてあった、あそこかな？なんかこうガラガラガラって閉めれんかな？あれはバールじゃないんかな？ちょっとよくわからんけど。よくわからんけど、ちょっとやりに行ってみようか。そこぐらいしか多分使えるところない気がするんよね。ん？違うかな？いや、違うかもしれんけど、とりあえず何かしら、まだね、こう道具とかが結構少ないけん、使える場所が限られとるし、とりあえず何かしら使えそうな場所があるなら使っていこう。よし、この辺でとりあえずアイテム、バール、大抵のものならこじ開けられそうだ。こじ開けられそう、腰開けられそう。あ、あの棚？棚かな？なるほど、そういうことか。よし。そういうことらしいので、腰開けに行きたいと思います。はい、これで。バール。オッケー。バールで引き出しを腰開けた。シャッターの紐を手に入れた。あ、ちゃんと紐あった。ちゃんと紐あったやん。はい、じゃあこれを使えばいいわけだね。シャッターを閉めに行こうじゃないか。来ないでね。来ないでね。お、行けなかった。はい。来たー。さあ、これで、シャッターの紐十分な長さがある。これでどうでしょう。紐を取り付けてシャッターを下ろした。これシャッターっていう。なんか書いてる。8974。8974かな？なるほど。8974。これを打ち込んで進んでいけばいいわけだ。8974。8974。来ないでね。
誰も来ないでね。いやー来た。ちょっと待って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 、早いけどちょっと通り過ぎたよね一瞬私のこと。はい、よっしゃー間に合ったー間に合ったー、よかったー。どうだ、通り過ぎていくか。ん？ん？ん？無音、無音ってめっちゃ不気味じゃない？あ、出てった。ちゃんと扉閉めるんやね、えらい。ちゃんと分かりやすく扉を閉めていってくれる。丁寧だわ、青に。いや、こんにゃく型の生物か。あれはね、あ、そっか。他のも青鬼とは書いてないんか。あれは何なんやろうね。こういうところで、生き延びた人たちが、後世に伝えるために分かりやすく青鬼って言ったんかな。はい、それじゃあ行きましょう。この作品中ではまだ今のところ一回も青鬼とは呼ばれてないもんね。何やったっけ。え、待って、8974か。いやー、すっかり忘れるところだった。8974だったはず、きっと。はい。あ、びっくりした。違うんかと思った、一瞬。ドアのロックが解除された。よし、いけるー。ん？なんか洞窟に出たよ、なんか。ちょっと気が動転した。気が動転した。じゃ、いきなりね、怖そうな場所に出されたけん。はい。さあ、行きましょう。なんか出てきそうな気がする。ん？行き止まり？ここか。微妙なくぼみ。暗くてよく見えないんですが。あー、びっくりした。こっち側に来たんか。なるほど。焦るー。あゆな。タクロウ。悪い。待たせたな。出口に戻りましょう。僕には何もなかったぜ。ここはもう出よう。え、てかさ、途中にあった岩とかがあったあの部屋ってなんかあったっけ？なんかあそこやった？よく覚えてないんやけど。なんもない部屋やった、あっこ。ここはもう出よう。そうですね。同じ船に乗っていた親子が洞窟にいるので、ひとまず合流しましょう。親子？ええ、船にいた親子です。少女の方は閉じ込められているので助けないと。船にそんな人いたか？まあいいか。え、待って、怖いんだけど、何？存在しない人なの？え？ちょ、待って、その一言何？超怖いんだけど。ちょ、ポロッとそういうのやめてよ。ポロッとそういうこと言うのやめてよ。とりあえず、セーブしまして、え、じゃあもうあれかな？洞窟に戻ったんでいいんかな？とりあえずじゃあ、戻ろうか。普通に歩いて戻った方がいいんかな。ちょ、待って。え、これは？あれ？これはこっちからなの？あ、こ、そっちは出口じゃないだろ？そうですね、出口を目指しましょう。待って、出口どこ？どれ？ちょ、暗くてわからんねんけど。これか？あ、これか。ちょ、焦るー。なんかこっちの、なんかこっち行ってないよね、私。あ、すいません。なんかめっちゃ怒られる。なんか、超、ちょっと待って。あ、待って、瓦礫が。はい。入る。一人で。タクロウ。大丈夫かな？私はここにはいません。大丈夫か。タクロは一体どういう風にして、どういう風にして、かわしたの？今のを。え、じゃ、とりあえず戻っていくしかないやん、また。じゃ、行ってなかったの左の方向に行けばいいってことかな？多分。
ほい、じゃあとりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次回はまあここからの脱出ということになるのかな。タクロと一緒に、タクロは果たして最後まで生きているのか、そしてあの親子は存在していたのかなんかちょっとね、いろいろと鳥肌ものないんやけど、頑張ろう。